少し前に姫子さんがコレクションを見せてくれたんだ。その中に衛星というものがあってとても興味を惹かれた。あれは僕たちシルバーメインが使っている自動騎兵に似ている気がする。もし自動騎兵を衛星のように宇宙に配備できれば、戦闘で優位に立つことができるだろう。君の言う通りだ。自動騎兵は宇宙で僕たちの目となってくれる。空の彼方からやってくる脅威にも、地上からやってくる脅威にも、いち早く気づくことができる。姫子さんは、もしシルバーメインにそのつもりがあるのなら、いつでも彼女に助力を求めていいと言ってくれた。ただ、これは僕の一存で決められることではない。まずは企画書をまとめて、ブローニャ様、ペラシカン、それから他の医官とも話し合わなければ。少し前に姫子さんがコレクションを見せてくれたんだ。その中に衛星というものがあってとても興味を惹かれた。あれは僕たちシルバーメインが使っている自動騎兵に似ている気がする。もし自動騎兵を衛星のように宇宙に配備できれば、戦闘で優位に立つことができるだろう。君の言う通りだ。自動騎兵は宇宙で僕たちの砲台となってくれる。姫子さんのコレクションと同じように。姫子さんはもしシルバーメインにそのつもりがあるのなら、いつでも彼女に助力を求めていいと言ってくれた。ただこれは僕の一存で決められることではない。まずは企画書をまとめて、ブローニャ様、ペラシカン、それから他の医官とも話し合わなければ。少し前に姫子さんがコレクションを見せてくれたんだ。その中に衛星というものがあってとても興味を惹かれた。あれは僕たちシルバーメインが使っている自動騎兵に似ている気がする。もし自動騎兵を衛星のように宇宙に配備できれば、戦闘で優位に立つことができるだろう。確かにベロブルグの既存の技術だけでは難しいかもしれない。しかし姫子さんはもしシルバーメインにそのつもりがあるのなら、いつでも彼女に助力を求めていいと言ってくれた。ただこれは僕の一存で決められることではない。まずは企画書をまとめて、ブローニャ様、ペラシカン、それから他の医官とも話し合わなければ。